ダイハツショップ下中自動車の秋です。いつも動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ダイハツの新型ロッキーが、ニューロッキーということで、2021年11月にデビューということが決まりました。題名には電気の力で新たに走り出すということで、これは先行予約のリーフレットなんですけれども、e スマートハイブリッドっていうのが記載されております。実際に、現行のロッキーと比べますとフロントグリルのあたりのデザインが若干変わっているようになっているみたいです。詳細はそれぐらいしかまだ来ておりませんけれども、引き続きまして、次のページに移りますと e スマートハイブリッドイズカミングということで、ダイハツの1960年以来電動車の研究開発に取り組んできたということと、スモールカーを作り続けてきたからこそ生み出せる走って楽しい暮らしに寄り添った電動車へということで、いよいよ満を持して電気の力を手に入れた新しいロッキーが全国ずつ裏裏皆さんの元へ走り出します。ロッキーはダイハツ電動化のあくまでも助手ということで、電気の道を歩んでいくこれからのダイハツにご期待くださいということが記載されております。で、あとはダイハツのヒストリーチャレンジということで、電気の力で走るハイブリッドロッキーを生み出した約55年に及ぶダイハツ電動化の研究と蓄積の歴史ということで、年表に沿って電気自動車の作成の歴史が記載されております。また右端の方にダイハツの特色を生かしたハイブリッド、 e スマートハイブリッドということで、電気の e にスマート、賢い、機敏なを組み合わせ、電気の力でキビキビ走る HEV を表現しております。引き続きまして次のページに移りますけれども、 e スマートハイブリッド、パワーオブ e スマートハイブリッドということで、特徴が記載されております。そしてその特徴ですが、ちょっと見えにくくて申し訳ないんですけれども、1、街乗りに嬉しいレスポンスのいい加速性能、 100% モーターで走行する e スマートハイブリッドはアクセルを踏み込んだ瞬間から一気に力強さを発揮、交差点での発進もスムーズ、追い越し時も余裕ある加速を実現します。コンパクト SUV クラスでトップレベルの動力性能を確保しております。そして2番目に、毎日の運転がより楽になる操作性の良さ、アクセルの踏み戻しだけで加減速を快適に行える走行モード、スマートペダルを設定、スピードコントロールが容易で毎日の運転がより楽になります。またペダルを戻した際は一般的なエンジンブレーキ以上の減速感を発生、渋滞時やカーブアップダウンの多い道路など頻繁に加減速が必要なシーンでドライバーの操作軽減に寄与します。スマートペダルは出足の力強い加速が特徴のノーマルモードと燃費に優しいエコモードが選択可能、スマートペダルをオフにすることも可能です。どちらかといえば日産のノートとかの、ハイブリッドの操作方法と割とよく似た感じみたいですね。3番目、移動中の会話もしやすい高い静粛性、低速域ではエンジンをかけずバッテリーだけでモーターを駆動し、夜間や早朝も静かに走行できます。加えてボディの随所に遮音材や制振材を最適配置し、ロードノイズと風切り音を低減、会話がしやすい空間を室内空間を実現しております。下には e スマートハイブリッドの説明が載っており、 100% モーターの力で走行するとあり、 100% モーター駆動による素早い応答と大きなトルクでスマートなキビキビした走りを実現、走行条件に応じてバッテリーとエンジンでの発電をスマートに賢く組み合わせてモーターに電気を供給することで高い燃費性能を実現するとともに、バッテリー容量を必要最小限に抑え、コストパフォーマンスも優れたスマートシステムですとあります。で、高い基本性能を実現した新開発 1.2 リッターエンジンをハイブリッド用に最適化して搭載とあります。1.2 リッター3気筒ロングストローク基本素性を徹底的に磨き上げるとともに、高効率な高速燃焼を実現する高タンブルストレートポートをはじめとした新技術を採用し、ハイブリッド用にチューン、
最大 40% という高い熱効率を実現しました。さらにハイブリッド車では発電専用となるため、効率のいい回転域で運転することで低燃費に貢献しますとあります。次のページにはグレードなどのラインナップが記載されております。2WD は 1.2 リッターハイブリッドとガソリン、 4WD は 1.0 リッターターボ、3つのパワートレーンから選べる充実のラインナップのようです。グレードについてはハイブリッド車が最上級グレードでプレミアム GHEV というのが設定されているようです。でその次には X の HEV というのが設定されているようです。でガソリン車は、プレミアム G2WD4WD ですね。で X グレードが 2WD4WD で、 L グレードも同じく 2WD4WD が設定されております。ハイブリッド車は 2WD だけのようですね。設定がカラーバリエーションはツートンカラーで、ブラックマイカとコンパーノレッド、ブラックマイカメタリックとシャイニングホワイトパールで、新たにブラックマイカメタリックとスムースグレーマイカメタリックというのが設定されているようです。モノトーンカラーは今までと同じくコンパーノレッドやレーザーブルークリスタルシャインなど、今までと同じくラインナップで8種類ありまして、で新たにスムースグレーマイカメタリックが設定されているようです。次のページに入りますと、グレードごとのエクステリアやインテリアで快適装備の装備の設定が説明されているようです。まずエクステリアの内容については、ハイブリッド車がプレミアム GHEV で17インチアルミホイール専用のハイブリッド車専用5欠の設定があるようで、 X グレード HEV には16インチアルミホイールで、これも同じくハイブリッド専用の5欠になるようです。で冒頭のフロントグリルなんですけれども、あれはハイブリッド車専用のフロントグリルになるようで、でガソリン車については今まで同様のフロントグリルの設定になるようです。インテリアや快適装備については、ハイブリッド車もガソリン車もそんなに大きな違いはなさそうな気はしますけれども、あとはまあハイブリッド専用のアクチマルチインフォメーションメーターということで、まあ、若干形状は変わるみたいなのが記載がありますね。であと快適装備はヘッドランプ点灯延長機能っていうのが、記載がありますけれども、ちょっと詳しくどういう内容なのかはちょっと分かりかねる部分になっております。その後メーカーオプション設定として、純正ナビ装着やアップグレードパックとか、パノラマモニター対応純正ナビ装着やアップグレードパックとか、このあたりは今までとよく似た感じのメーカーオプションの設定がございますね。まあ、あと最後にアクセサリーコンセントということで、AC100V1500W 一個非常時給電システム付きっていうのが、メーカーオプションで、ハイブリッド車に設定がされているようで、これがまあ新たな、メーカーオプションということになりそうですね。ということで、ロッキー e スマート電気の時代へ走り出すということで、e スマートハイブリッド発表記念新ロッキー市場予約キャンペーンということで、2021年10月1日から11月30日まで市場予約のキャンペーンを実施されるようです。まあ、その期間中、試乗をご予約いただいた方ですね。で、その後試乗いただいた方にワイヤレスチャージャーをプレゼントということで、詳しくは店頭スタッフスペシャルサイトへということで記載がございます。ということで、取り急ぎの動画作成ということで、聞きづらいとか画面が見にくいとか、まあいろいろご意見はあると思うんですけれども、まあ取り急ぎ、まあすぐ見たいというような方のために何かのお役に立てればなと思って作ってみました。でも実際にはダイハツのお店では、このリーフレットというのは、まあ、おそらくほぼほぼ配布されていると思うんで、まあ、それぞれお手に取って、お店にご来店いただいた上で見ていただければなと思ったりはします。で今現在ね、お話しできる内容はまあ以上の通りぐらいしかないんですけれどもね、まあ、もしまた直接うちのお店に来ていただいた方についてはまあちょっと、まあ、お話いろいろさせていただいたりとかですね、まあ、できればなと思ったりはしております。
まあ、それでは、まあ、今後ね、11月から発表、まあ、11月の頭は1日って言ってたかな、に発表されるそうで、まあ、それの近くに合わせてまた展示車とか、試乗車も当社もご用意はしていく予定にしておりますので、新ロッキーをまたご検討、ご予約ご制約を希望される方については、大阪府内の方についてはダイハツショップ下中自動車までお声掛けいただければと思いますので、今日はどうもご視聴ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。